店内ですね。最近は週に1回木曜日にしかオープンしてないんですけれども、店内から、いつもならば月の、イベントの情報とかを普通に動画編集をしてるんですけど、今日はねちょっとこのまま口で言っていこうかな、うまく言えるかなかわかんないですけれども言っていこうかなと思います。それでは集めたプチちゃんですね。なんかネオブライスから始まって、プチちゃんにハマっちゃいまして、結構ね、オークションとかお友達にお誕生日にもらったりとかで集めてみました。今はね箱入りのものが10ちょっとぐらいかな。で、裸というかスタイっていうんですね。スタイの方が、もう10体以上で20体近く集めて、先月からドールイベントでアウトフィットやドール雑貨などを売っているんですけれども、そちらの方でモデルとしてね、活躍してもらってます。はい。じゃあずーっと行きますね。で、ですね。この辺は、初めて買ったネオプライスちゃんですね。はい。アジアンバタフライちゃんと、ラブミッションちゃんだったかな。はい。これ初めてね、買った、ドールちゃんです。ネオプライスちゃんです。でね、この棚も、この棚ね、4000円でね、中古で買ったんですよ。なんと、このマトリョシカはね、500円でした。お友達がね、見つけてくれて、買っときますねって言ってくれて買ってもらったものです。でね、裸のスタイのものはこんな感じでね、これちょっとまあ自分のアウトフィット着せないんですけど、アイルちゃんがいます。こういう風に、ちょっとした、このドールハウス的な感じのところにね、これはね、お友達、親友に、誕生日プレゼントをいただいた。そんなに安くはないんです。メルカリ、あ、某で言わなかったかな、まあいいや。メルカリで買ったんですけど、どうしても欲しかった20周年のアニバーサリー、いや20周年ね、ごめんなさい。10周年のアニバーサリーのプチちゃん、買っちゃいました。先月のドールイベントで、結構ね、ドールのアウトフィットとか雑貨が、まあ、好評だったので、結構売れたんですよ。それでね、思い切って買っちゃいました。じゃーん。これ、外箱の段ボールが、ちゃんとついていて、こんな感じでね。はい。バースデーパーティーサプライズちゃんっていう、10周年ですね。プチプライスの10周年。買っちゃいましたよ。でね、未開封なんですよ。だからね、状態とかはちょっと全然ね、テープ剥がすのもわからなくて、いつかは開けるかな、どうかな。でもね、多分ね、今こうやって動画のために出してるんですけど、ちょっと暗いですね。皆さんの店閉めたって感じ。暗いですけどね、お花の色がね、めっちゃホワイトで、でね、足の方もね、多分ね、素足綺麗なんですよ。なので、まあ、腰割れとか、皮膚とか、日焼けとかは、段ボールのもので片付けていたということなので、日焼けなどは全くしないです。髪の毛、前髪にね、ちょっと当たってね、目が半目になっちゃったんですけど。はい。だからそれでは、もう動画でするならば、また来週してもいいかなと思うんですけれども、今週ですね、今週末のイベントです。イベント、何を見せながらにしようかな。まあ、じゃあ、ここを見せながらですね。箱入りの。今週末のイベントです。12月の11日、夢リボンウォーリスですね。夢リボンインウォーリスとして、滋賀県高島市今津町、旧ウォーリス郵便局ですねの中で、イベントします。私的には今まで、作った作品などの、在庫、財政、処分セールみたいな感じで、100円均一だったり、半額セールをやります。と、あとは、資材ですね。材料。
材料の、発売、販売、ごめんなさい、発売じゃない、販売ですね。結構安くで販売します。もう在庫セールなので、手持ちに持っている資材とか材料などを、安くで販売したいと思います。で、次の日、レンちゃんなんですけれども、12月の12日、阿戸川町道の駅にて、阿戸川町、東樹の里道の駅ですね、にて、こちらも10時からです。ココルルマルシェっていうものです。2回目の出店になります。高島でね、ちょっとの、出店を、されている方が、ちょっとコロナでね、長いことなかったんですけど、夏あたりに確か1回あったと思います。その時にまあ出店させていただいて、で今回はね、ドル好きな皆様に朗報でございます。今回は、着せ替えワークショップの第1回目として、人数限定にもなるんですけれども、リカちゃん、またはブライス、ネオブライスですね。ネオブライスの、アウトフィットですね。洋服になるかドレスになるかはね、ドレスですね。シンプルなドレスを作りますので、そちらの方をレースとか、ちょっとまあパーツとかをリボンなどね、パーツなどをくっつけてもらって、自分のオリジナルドールを作っていただこうというワークショップをします。一回ちょっとまだ料金は決めてません。なので、YouTube とかもまた見てもらったらわかると思うね、前回のね。公式 LINE っていうのがあるんですけれども、公式 LINE の方を登録してもらった方がいいです。はい。ちょっと金額はね、ちょっとここ今、まだね、決めてないんですよ。安くでしようと思うんですけど、思いっきりね、やっぱり、ドールのデコドールみたいな感じ、デコドール衣装みたいな感じでやってもらうのに、結構やっぱり材料がね、いるので、材料こちらで決めてもいいんですけれども、そうなるとね、なかなかね、自分の思い通りな、デコドレスが作れないかもしれないので、まあ、思いっきりっていうわけじゃないですけども、ある程度使っていただけるようにするためには、ちょっとね、値段設定まだちょっと決めてないんですよね。なので、そちらの方で、値段の、表をしたいと思います。まずはツイッターとかですね。とりあえず、湖の女神カズミで、Google とかを全部検索してもらうと、ほとんど私の、どこにでも引っかかると思います。ブログであるとか、SNS であるとか、全部つながりますので、湖の女神、ごめんなさい。湖の女神、カズミンですね。カズミンは、ローマ字です。で、検索してもらうと、ほとんどつながると思います。じゃあね、これね、楽やと、来週また、こんな感じで動画撮りながらですね、していきたいかなって思いますね。はい。こんな感じでサプライズちゃんですよ。かっこいいですよ。かっこいいちか、かわいい、超かわいい。でね、ちょっとまあ、これからイベントとか、いろんなものをしていくにあたって、そこで収益したもので、やっぱりプチちゃんを増やしていこうかな、なんて思ってるんですよ。これね、300円で買った。お人形用撮影用の、大きいですよ、結構。ミニカーじゃないですね。はい。で、こっちにはね、シルバニアちゃんがいます。シルバニアちゃんもどんどん増やしていきたいと思います。で、このお店を、いろいろあります。このお店をね、この冬ですね、もうね、こちら北の方なんで雪が結構多いんですよ。なので、この冬に、そうですね、壁とかはもう多分いじらないと思うんですけど、まあ、ちょっと机とかの配置を変えまして、で、こちらね、また奥に部屋というかね、前は、アトリエで使ってたんですけど、アトリエをね、今ちょっと寒いので、自宅の方ですね、自宅の方と、こちらの店舗の奥側に、ちょっと閉めてできるところをちょっと用意してまして、で、こちらの方のね、アトリエ使ってたんですけど、全部撤去したんですよ。で、結構広いので、ここを、ワークショップであるとか、ワークショップもね、ドールのワークショップもこれからずっと続けていきますので、で、ドールのね、ここ、なので今ここ、
ガガガガガガってこういっぱいこうバラバラに置いてあるいろんなドール、私のドールを展示するとこであるとか、アウトフィットや小物などをちょっとね結構作ったの溜まってきてるんですよ。でメルカリとかで売ろうと思うんですけども、やっぱり手数料と送料でもうそんなにね、まあこんなものを言ってはいけないいけないかもしれないんですけど、あまりねやっぱり手元にないんですよね。なのでまあここをお店を拠点としてこれからイベントとかなので、ここで売ってますよみたいな感じで、ここでワークショップもしますよっていう感じで、このごめんなさいね、オレンジの幕が張ったままのところで、こういう本とかもね、いろんなものも貸し出しはしないですけど、見てもらったりとかで、ミシンカフェなのでもちろんミシンとかも置いて、ここで皆さんでワイワイガヤガヤ と、雑貨が好きな方、それと雑貨を手作りをされる方の憩いの場にしたいと思っております。ではちょっともう10分超えたので、この辺りでバースデーパーティーサプライズちゃんも終わりたいと思います。それではまたちょっと来週も頑張って、もうこうやってして、こっちの方が楽なので、これで動画投稿してみたいと思います。はい、ではさよなら。